こういう言い方はあれかもしれませんけど、私はですね、神様っていうのはですね、本当にその人間が分かったかどうか、それを試すために難題を与える。それは何かというと、私はやっぱりいろいろ聞いてても、やっぱりロシアのプーチンの言ってることは正しいと思うんです。各国家民族伝統を尊重し、国家の住み分けの世界というものがあるんだと、世の中の大きな世界の中には。とその中でやっぱりグローバルサービスというのは自分たちの居心地の良さということを感じている。恐ろしいのはその中に中国が入っているということですよね、これを何とかさないかんのに、中央の分断よりもそちらの方に向かってしまうということがおかしな話なんですけども、新聞なんかもみんなそうですけども、ソ連はとロシアは一緒で、共産主義というものはひどいじゃないかというキャンペーンも未だに続いているわけですよね。このネガティブのこの負のイメージが基本的にその正論、正しい今の世の中の、本当は世界の中が狂ってきているのに、正しい基軸を示しているのが今ロシアの、私は何と言われようとプーチンが正しいことを今言っていると、今申し上げた通りのことを含めて。だから神様というのは非常に意地悪じゃなくて、本当に人間が理解したかどうかと、正しい世界を、それを今試されているんだなというふうに感じます。このウクライナが基本的に形上は負けるだろうと思います。でもネオコンは認めないと思います、彼にとって最悪かもしれんけども、まあ最良なんだろうけども、朝鮮半島みたいな休戦という形で紛争を続けるという形を1年も2年も続けるという形に多分持っていくだろうから、決して負けたとは言わないだろうし、決して自分たちの大義が間違ってたとは言わないだろうし、でもどこら辺で皆さん我慢の限界が来て、それ違うんじゃないかという世界が来るかというと、なかなか難しいかなというふうに思ってます。それはやっぱり500年間以上続いた軍事介入という負の側面ですね。これはやっぱり今回もどうしようもないぐらい暴き出されてるのに、みんなで欧米も日本も、日本もその気になってそれをかばってしまう側に入ってるというのが、私はこの日本に対して大変な不満と怒りを覚えるということなんですね。で一方でそのネオコンというのが強いですね。あのやっぱりマクマスターだとか、これいわゆる前 の、 あのトランプ大統領の時 の、 あの安全保障補佐官だったのに1年でクビになりました。でエスパーも2年やりましたけども、なんで変わるのかなと思ったけども、オースティンなんか見てると同じ、みんな軍人っていわゆるネオコンなんですね、みんな。で今ポンペオもそうだというふうに今言われておって、いや一体何を信じればいいんだと、ミリタリーの世界の中でずっと生きてきた人間にとって絶望感すら感じるんですけどですね。だからまあそれだけ根強いけれども、そこのところは人間のやっぱりハートというものが正しい指針に向くようにやっぱり言い続けなければいけないと、アメリカの中でも変わってもらわなきゃいけないと思うけども、日本がそれに左右されずに正しい方向を向かなきゃいけないと、あえて私言いますけども、ことここに至っては私は日本にとって必要なのは対米自立、アメリカに対して自立をする、これは決別ではない、自分たちは日本の外交と、そして防衛はやる、こっちの方向に行く。それは何かというと、ロシアもそうだし、インド、台湾から、まあ、そういう国たちと、アメリカの正気のアメリカとやっぱり一つにならないと、中国に対して立ち向かうことは絶対にできないというふうに思っていることですね。だから対米自立、それはあの決裂ではなくて、独立した日本が新たに日米同盟を結び直すという、やっぱりまあ相手側にとってもそうかもしれないけども、アメリカ側にとってそれに左右されることなく、日本はちゃんとした自分の道を歩むんだと。これはとっても難しい。アメリカの中では自浄作用があるけども、日本には残念ながら事情さえないんですね、政党的にですね、まあ、絶望があったとしてもそれは言わざるを得ない。もしかしたらうまくいったら、この徳幕というこういうところまで食い込んでいくかもしれません、くさび的に。それを見て、ああウクライナ勝ったんだと皆さん思わないでください。先ほどお見せしたようにずっと中の方に入れて、表現悪いですけどね、獲物の大きなものは中の方に入れて、そこで徹底して叩く、あのヘルソンの戦いの絵と一緒で、そういうことが起こる、ということで、ピクニックでトコマクまで行くわけじゃありませんから、そこを取って確保してなんぼのもんですから、それが基本的に起こるかどうかということは、皆さんそういう事象に踊らされないで、戦というものはそんなもので決まらない。だから基本的にそこまで行っても、そこまで行く力はないだろうと思ってますし、それで先ほど申し上げたように、ウクライナの本当の虎の子の部隊がおそらく潰れていくと、
ということで、もう結末は見えてると思います。中国、ロシア、インド、サウジ、エジプト、南米、アフリカ、みんな一緒になる。これは我々にとっては悪夢なんです。うんうん、